チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯は、パン、パンに、昨日の天ぷらを挟んで、天ぷらを挟んで、ちょっと食べていくねんけども、好きに、自分で好きに食べましょうっていうやつでね。まずね、レタスをね、レタスを好きなだけ乗せて、ここにマヨ、ケチャップ取ってやる、ありがとう、ケチャップをね、ここにお皿持ってやるかな、もう一枚で、ここに昨日の天ぷらをね、山芋か、よいしょ。でここにね、とんかつソース、とんかつソースを軽くかけて、適当に自分で作るサンドイッチ、よいしょ。これでサンドイッチはハンバーガー、天ぷらバーガーいただきます。おいしい、今こういうね、食べ方もありかなって。ね、食パン買いに行ったら売り切れとってんの。で、バーガーパンがあるんだけど、4個で40円やってん。天ぷらバーガー美味しいな。寒いことね。おいしいね。バーガーパンこれ1個ね、10円ね、お得やね、そういうのこと言ったら、市販のハンバーガー、ハンバーグとかでハンバーガー作ったりとかができてね、もともとね、業数のハンバーグ、冷凍ハンバーグかなんかこうって言って挟むと思うんだけど、業数でここでくなすよね。ちょっと多いんじゃん、初めて使ったんじゃん、500ぐらいあるね、これ。400ぐらいになる、きっと。結構、いい匂いだ。
300ちょっと超えたぐらい、350ぐらい、分からん、おちっちゃかった、うん、うん、おいしい、鶏天結構ねおいしいよ、うん、ね、うん、バーガーパン、うん、食べてで、もう一個パンあんで、あの普通の食パン、うん、何個しか入ってへんねんこれ、うん、これね、このあっちゃんの両ご飯はね、バーガーパンを使ってマイセルフでハンバーガーを作ってみました。で、中に昨日の鶏天と芋天入れて作ったけどね、美味しかった、うん、まあ、こういうねお昼ご飯もありかなと思うんだけどね、うん、まあ、軽くねパンで、はい、ちょっとパン食多いんだけどね、まあ、あのお昼はねもう軽く食べるのが一番なんだよね、うん、ことね、またねパンがもう切れるんでね、また買いに行かなあかんねんけど、パンとミルクをね、お買い物も今週もいらんのよ、でもちょろっと中にね、中継ぎで何かをミルクとか買いに行かんとね、あのカルピスのものにねミルクいるし、まあそんなにまた買い物行こうかなとは思ってんねんけど、まあ暑い、なんせね出ていくのか暑いだから、ゆるっと楽しくやるのよね、そんな感じで、好きなものを好きなだけ食べるっていうのが一番になっちゃうかなってなっちゃうもんね、だからあっちゃんはパンは好きなんでね、昼間はもうそんな感じで、夜はちゃんと、食べていこうかなと思ってね、うん、でオーガニックって言ったらオーガニックにこだわるのもいいけどね、ちょっと抜くのもいいねんけど、まあ肝心なところオーガニックとかね、そういうのにこだわるっていうのはすごい大事なことで、思って、ね、美味しくいただくっていうのが一番です、はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、バーガーパンを使って、自分の好きな鶏天ハンバーガーを作りました、美味しかったです、ごちそうさまでした、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね、でまたね、バイバイ、昼から編集しよう。